はい、速稼塾の久保でございます。今回はですね、視聴者さん、塾生さんから Q&A っていうことをずっとやってるんですけども、非常にね、長めの興味深いメッセージをいただきました。こちらの文章の元っていうのは、内海医師という方がね、意見を送ってくださったということなんですよ。内海さんね、内海大学っていうのと関係があるのかどうか分かりませんけども、この内海さんという方が書いた文章を転送していただいたんですよね。こちらの方について私からのちょっとね、評価といいますか、私と考えが、まあ、当然ですけども、このね、素晴らしい内海医師みたいなね、こんな知的レベルの高い方と私が一致するわけはないんですよ。そして内海医師と私の意見が違うということは、多分私の方が愚かですから、私の方が間違えているんでしょう。それを前提でこれから解説していきますね。私は内海医師と意見を 100% 一致してるわけではないんで、それも包み隠さずお話していきます。だからといってこの内海医師に反抗してるわけでも、この人は嘘つきだと言ってるわけではありません。私がそう感じてるだけです。だから皆さんもそう感じてくださいってことでもないです。一人一人感じ方は違います。解釈は違いますんでね、それを前提にお聞きください。よろしくお願いします。それちょっと長くなりますね。具体的な生活、この国が末期に進んでいることを人々は感じ取っているでしょうが、それで諦めるかどうかは自分次第です、とあります。はい、この国が末期に進んでいるって書いてますけども、これはね、どんな国も末期に進んでるんですよ。でも末期っていうのがすごく長い場合があります。例えば5000年かけてね、国が滅びる時の最初の1年でさえ末期に向かっているんですよ、ね、だから末期に向かっているといっても、じゃあ例えばね、来年終わるようなその週末のクライマックスの最後の最後っていう風なことを感じる必要はないかなと思ってます。末期に進んでいることは私も当然そうだと思ってます。ただその末期、要するにね、終わってしまうよとか、これで国終わりだよっていうのが、来年再来年、もしくは10年後20年後500年後1000年後なのかは分かりませんけども、とりあえず明日とか明後日ではないというのは私は強く思っております。末期に進んでいるのはその通りだと思います。最も諦めているのが私なので、皮肉といえば皮肉ですが、戦争を起こしてもテロを起こしてもこの世界が変わった試しは一度もありませんとありますけども、戦争やテロによって変わるものはたくさんあります。まず一つはですね、人は死にます。大切な人が死んで、多くの人の人生変わっちゃうんですよ。そう思いませんからね。戦争が起きても世の中全く変わらなくて、楽しいな、嬉しいなっていう風なものだと思いますかってことを考えると、私は戦争が起きたら世界は変わって、何かが変わって、テロが起きてもいろんなものが変わると思いますんで、ちょっとここはね、この世界が変わった試しは一度もありませんって書いているのは、私はね、戦争やテロっていうのは、世界を大きく変えると思ってますんで、ちょっと違うかなと思います。そして小さくても変化がこの世界であったとき、それは常に共通しており、原則は一つでしかありませんと、そしてそれをもたらすためには、静かなる革命と静かな抵抗が必要不可欠ですとありますけども、やっぱり人間の視点から見るとこういうふうな考え方になりますけども、例えばね、人間がどんなことをやっても、例えば犬の世界ってどうですかね、ミトコンドリアの世界ってどうですかねとか考えると、地球全体から見ると、要するにこの世界全体を見ると、人間の組み合わせとか、人間が誰に立ち向かっていくとか、国のありようがどうあろうと、地球全体から見たらそんなに大した変化ではないのかなと思っちゃいます。ただですよ、人間社会に限って言えば大変なことが起きると思いますので、そういう意味ではここに書いてあることはその通りだなと感じるところがありますね、というふうに私はね、読み取っていくんですけど、皆さんいかがですかね。はい、次です。何よりも人を増やすということが重要なのは間違いありません。世の中がおかしいと思っている人の割合は増えていますが、かといって日本人の中で、まだ 1% や 2% レベルでしかありません。これはね、日本人の中で 1% や 2% って言うとかなり大きな数字だと思うんですよ。だって100万人とか200万人ですから、こんなね、例えば広島市の人口に匹敵するような、そんな多い方が感じているとか気づいているって言ったら、かなり大きなインパクトだと思うんですよね。だから視聴率も 1%、2% って言ったらかなり大きなイメージを持ちますし、消費税が 1%、2% 上がってもやっぱりね、大きなダメージを受けるんで、世の中がおかしいと思っている人の割合は増えているけども、まだ 1% か 2% 程度ですよっていうのが少ないと感じるのは、私はこれ結構大きいインパクトだと思うんですよね。だからここもちょっとね、内海医師が感じている以上に私は危機感を覚えてるかなってところですよね。だから意見が違うときはこの内海医師の方が正しいと思って聞いてくださいね。私が間違ってると思って聞いてくださいね。そしてそれを増やすとともに、市民運動としてやった方がいいこと、すぐにでもやれることがたくさんあります。市民ができる商法の商法、それは不買であり、情報の拡散であり、自分の立場を高めることであり、有力者にアプローチすることです。はい、それもこれはね、裏付ける点がありますけども、多くは言わないでいきましょう。要するに
自分が不買をしたところでね、大して変わらないってことなんですよ、物を買わないってことはね。じゃあ実際物を買わずにもらったらどうなるんだっていう話もありましたね。もともと自分が持っていたらってこともあります。まあですんでね、こういった考え方っていうのは私は否定するものではないですけども、できる範囲で私もやっているってことですね。すでに多分多くの方もそうですよね。不買運動って言っても買うものはゼロにはならないと思いますし、自分の立場を高めることっていうふうに書かれてますけども、少しでも高めようと思って皆さん頑張っておられると思いますし、有力者にアプローチしようという気持ちもあると思うんですよ。ただその方策が見つからないんで、この内海医師の、ね、警告通りにですね、やっぱりどういうふうにやっていくのかってことを考えていくのはいいかと思いますよね。はい、で次にあります。基礎としてまず病院に行くのをやめましょう。薬を飲むのをやめましょう。ワクチンを打つのをやめて三大がん療法をするのをやめましょう。砂糖や甘いものを食べるのをやめて、添加物が入っているものをやめて、農薬まみれのものを食べないようにしましょう。はい、こういうふうな提案に賛同する方は賛同すればいいと思いますし、できる範囲でやろうとする方ね、すればいいと思いますし、関係ないと思う方はそのままの暮らしでいいと思うんですよ。それはやっぱり一人一人自由に生きてますからね。でコンビニで買わないようにして、チェーン店は行かないようにして、ジャンクフードは食べないようにして、ブラック企業を使わないようにしましょうとありますけども、これもできる方からやればいいと思うんですよ。でも実際はブラック企業と関わらないとやっていけない人っていうのが多いと思います。ですから辞めたくても辞めれないっていう状況もあると思いますよね。その辞めたくても辞めれないのを何とかして辞めましょうっていうね、方法が書いてあるかと思ったら書いてはいませんので、これは個人個人の力量と工夫ということになってくるのかなと思います。で、JT のタバコなど吸わないようにして、大規模スーパーなども使わないようにしましょうってありますけども、これ実際どうですかね。 JT のタバコを吸わないようにしてってありますけども、吸わない人はもうすでに吸ってないと思いますよね。で吸ってる人も吸わないようにしましょうっていうふうに呼びかけるのは、いいと思います。そういうね、運動はありますんで。だからそれにね、協力しろって言われたら私は協力しないかなと。タバコ吸うなっていちいち言って回ることはないと思います。だから人の権利ですんでね、なかなかね思うようにいかないですね、そこはね。で大規模スーパーなども使わないようにしましょうとありますよね。どの程度の大規模スーパーを使っちゃいけないのかなってこともありますし、じゃあネットスーパーはどうなんでしょうかとかね、じゃあ個人スーパーがいいのかって言ったら、個人スーパーでも、大手スーパーと同じ商品が、ね、並んでます。納豆とかね、牛乳とかねそうなると小規模スーパーでも同じ商品扱っているんで、ちょっと大きなスーパーは使わない、どうしようかなと思っちゃいますけども、まあまあでもね、言いたいことは分かります。私もこのいわゆる既得権益ってものはあんまりね気持ちが良くないんで、できれば使いたくないですけども、ただねそれ以外に選択肢がない方もいらっしゃると思いますので、それを責めることは私はできないかなと思いますね。多分内海医師も責めるとこまではやってないと思います。だからあまりね窮屈に感じながら文章を読まないようにしていただきたいなというところはちょっと心の中で密かに思いますね。はい、一旦ねちょっと動画を終了します。ちょっとまた後半がありますんで、またよろしかったらね、こんな話ですけどもお付き合いください。